はい、こんにちは。今回の新エヴァンゲリオン劇場版の一口考察なんですけれども、今回は、えー、シンジ君がゲンド道とマイナス宇宙でカシウスの槍を持って戦うシーンで、まあ、あの予告の中にもあった通りなんですけれども、シンジ君がはじめカシウスの槍の構える向きが逆向きだったっていうことなんですけれども、まあ、それ以外のシーンで、まあ、特にゲンド道とロンギヌスの槍で、あの、ぶつかり合うシーンっていうのは逆の向きで、 使っているんですよね。ということは、あの、緑色の、まあ、宝石のような装飾がある部分を攻撃するときに使うと思うんですけれども、なぜ構えたときに、そのときだけ、その瞬間だけなんですよね。その瞬間だけ逆向きに構えていたのかを、えー、考察していきたいと思います。で、まず最初に、なんであの、緑色の方が前向きかっていうと、最初、えー、歯の最後ですね。シンジ君が覚醒して、ニアサードインパクトを巻き起こすときに、 カオル君が月から飛来している時に初号機をカシウスの槍で貫くシーンがありますそのシーンでは緑色のついてる方がやっぱり先に刺さっているんですよねで先ほども言った通りゲりド道と戦うシーンでも緑色の方が当たってロンギヌスとね、えー、当たって攻撃をしていたというのがあったのでまあ間違いなく緑色の方で戦うものというふうにカシウスの槍は考えることができると思います でまあ、正直、まあ、こ,れこんなことを考察する必要あるのかって思う人もいると思うんですけど、まあ、少なくとも一、まあ、人でもこういう疑問を持っている以上は考察として、まあ、納得す,する、まあ、考えというか個人的にあの自分なりに納得できることをお話しするのが、まあ、役目なんじゃないのかなと思っているので、まあ、お話ししていきたいと思います。で、まあ、ここ2つぐらい仮説を立てることができるんですけれども1つはあの槍ですね。槍の 武器を使うことを双術と言うんですけれども、えー、シンジ君が双術に関する知識もないということと、えー、初めてカシウスを見たっていうこともあるので前も後ろも分かっていない状態で構えたということが考えられますまあこれは正直かなりメタっぽい話なのかなとも思うんですけども、まあ、実際シンジ君ってロンギヌスの槍もあのフォースインパクトの時に持っただけでそれ以降は正義は効かないまあ、よく分かんないものを引っこ抜いたっていう認識が強いと思うんですよね そう考えるとマイナス宇宙で弦道と対峙する際に初めて槍を持って自ら攻撃するということをしたのでまあ壮術に関する知識というかまあそういう戦い方の知識というのが真ジ君はまあ普段からね銃とかプログナイフは使っていたんですけれども初めて使ったものなのでまあ前も後ろも分からず、えー、結果的に逆向きの構えをしたまあしかし多分使っているうちにあのなんかどうも使いづらいなって思ったから 逆向きに戻してあこっちだなっていうふうに使い出したっていうのが、まあ、仮説1ですかね。でもう一つがこれちょっと心理的な話になるんですけれどもまあ本当にインパクトの中心となるのが、まあ、ゲンドウまあ今回のアディショナルインパクトアナザーインパクトのやつは言動の計画だったんですけれどもまあ言っちゃえばラスボスということで、まあ、ラスボスとはいえシンジ君は自ら自分の 父に刃を向けることとへののの抵抗その現れれいうのが考えられま,すまあこれ非常に心理的描写として考えられることではあると思うんですけれどもやっぱりいくらサードを起こしたりとかフォースで世界をめちゃくちゃにしたりとかっていう、まあ、自分勝手に世界中の人をね巻き込んでいろんなことをしている父親に対してまあたくさん悪いことをしたんだけれどもンジからしたらやっぱりちょっと父親のことを思う気持ちもあって。 やっぱりもうまっすぐ歯を向けることができないっていうそのかなりの複雑な心理の表れなのかなというふうにも考えられますでこれちょっと余談なんですけれども旗を武器にして戦うっていうことがあるあったんですね昔はでその時に 旗を武器にするときには、逆持ちにするっていうことがあったんですよ。で、それを今、反旗を翻すっていう、まあ語源というか、そういう言葉のつながりになってるんですよね。なので、まあ、旗ではないんですけども、カシウスの槍も、そういう反旗を翻す、えー、父親への抵抗の表れとして、正面で使うのではなく、ああいう構えのシーンだけ、逆向きに構えたということも考えられるんですね。で、今挙げた二つ、どっちでも納得できるなと、正直、 もう本当にこういう系の考察ってなんでそういうふうに構えたかってまあ正直エヴァンゲリオンという作品全体の、まあ、結末には全く影響しないしそのシーンでの、まあ、ちょっと細かい描写っていうのがやっぱりもうずっと考察とかいろいろ真剣に作,作品を見ていると、まあ、気になってくるものなんですよねなのでまあこの2つぐらいがやっぱりこのカシウスを逆向きに構えたっていうことで納得できるものなんじゃないかなと思います えー、ということで、えー、もしよければ、えー、高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。